速解塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースはちょっとだけねファンダメンタルについてお話していこうかと思います。まあ、ファンダメンタルっていうのは、どういう意味かっていうとね、基本的には国や企業などの財務状態、経済状態などを表す指標のことなんですよね。その指標に基づいてどういうふうに相場が動いていくのかってことを見る、これがまず一番最初の概念だったんですけども、そこから転じてね、重要な人物の発言、要人発言ですね、それから戦争ですとか、それから新しい発見とか発明とかね、それから風評、こういうものも全部入れてファンだというふうに言うようになってきました。言葉っていうのは動くもんですよね。で、今日の暗号通貨ニュースなんですけども、またエイダから見てみますよ。じゃあ画面切り替えていきます。はい、エイダですね。こちらのエイダ今 8.68 円ということで、15円前後をつけてた時から比べると 50% ぐらいになったでしょ。ですので15円前後で売り抜けた人がいて、その数がかなり多かったということがここでわかるんですよ。で、売りの軍団がね、売り子さんがずっとね売ってきて、もうそろそろ片付いたんで、今度は売り整理を終わった後に今度買いに走るわけなんですよね。その金額が、このぐらいの金額、8円前後になったのかなっていうふうに考えることができます。私の仕込み金額としては6円から8円ってことをね申し上げてきましたけども、まさにね仕込んでもいいような水準まで落ちてきたということがあるんですよ。だから買う人は買えばいいんじゃないかね、ここで。ただね、やっぱ10円以上で買うっていうのはなかなか難しい選択ですんで、そこでは私はね、なかなか買いましょうって話はできませんでしたけどね。今、10円以下になって、特に8円台なら、買ってもリスクは少ないんじゃないかなと思います。そしてしっかり買う人が増えれば、これは10円にまた回復しますんでね。何度も言いますけども、買えば上がりし、売れば落ちるんですよ。で、ファンダメンタルズっていうのは、こういった、そのテクニカルっていうものをね、抜きにして、こうなったからこうなるんじゃないかなっていうふうに、チャート以外から、テクニカル以外から考えちゃうことなんですよね。今日は、エダ買っても悪くないですよ。今、24時間足では右肩上がりですよね。7日だと、ちょっと落ち込んでる時なんで、仕込み時かなと思います。ただね、9円とか10円の水準にはすぐ戻ると思いますよ。14日足ですと、一番水準の低いところですね。そう考えると、これからも ADA は値段落ちていくんじゃないかなって考えるよりも、回復して前の水準以上にね、11円以上に上がっていくって考えた方が、私は自然かなと思います。これはテクニカルです。で、次、ビットコインの方を見てみます。現在ね、130万円をつけるんじゃないかなと思われた時から比べると、だいぶ下がりましたけども、ビットコインっていうのはね、上下の単位が結構大きいんで、これでもね、大きな利益取れてると思うんですよ。私の方はまだ全然決済してないですけどね。ビットコインは95万円前後なら買ってもいいんじゃないですか。今ですら買ったら高値掴みになると思います。でもビットコインはね、これから上昇していくと思います。それこそね、200万とか300万の方に向かうと思いますよ。で、高値をつけるといえばこの XRP も同じです。 XRP もね、これから新しいファンダの要素がどんどん入ってきますんで、私の本意ではないんですけども、テクニカル以外の分野で価格を上げてくるんじゃないかなと思います。そこにテクニカルを組み合わせようとすると、またややこしいことになりますんで、XRP につきましてはね、この32円を突破したら、テクニカルが発動して、60円から70円まで、到達するね、道筋ができるんじゃないかなってことですね。私ね、今年中は40円から60円のフェーズだと思いますけども、来年は60円から80円のフェーズに、どっかで移行するんじゃないかなと思いますよね。だから最大で80円ぐらいつけるのが2021年だと予測してます。この予測ってのはまたね、裏付けを話せば長いことになりますし、その裏付けも別に当てになるわけじゃないんでね、ここでは割愛させていただきます。それではチャートの方を割っていきますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、あまりチャートを見ずに、どちらかというとファンダメンタルの件でね、お話をしてみましたけども、今仕込み時かっていうと、もうちょっと下がらないと仕込み時にはならないかなって私の判断では考えています。ただリスクを取れるんでしたら今仕込んでおいてね、それからこれから今紹介した3つの ADA とかね、 XRP とか BTC っていうのはこれからも十分値上がりする要素がたくさんあります。もちろんファンダメンタルなんですけどね、そういったものを考えると3本のうちね、1本ぐらいには貼っておいてもいいのかなと思いますし、ただし、余剰資金でねやってくださいね。ここに全資金を飛び込んじゃうとかジャパンライフみたいになっちゃいますんで、ジャパンライフに関しましてもね、ちょっと余談ですけども、有金全部行くとかね、1億円行くとか、片っぽで判断力落ちてたんでしょうがないのかもしれません。営業マンが強くね、話せばそうなっちゃうのかもしれませんけども、やっぱりそこそこ自分のもうね、手、なんですかね、
手をつけない資金というのはこっちに置いといてみたいなことにした方がいいと思いますね。ちょっとね、当事者の方には、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけども、70代で1億円の資金を投資に入れるっていうのは、ちょっとまあ3000万ぐらいはもうね、何がどう転んでも自分の生活が確保できるお金として取っといて、7000万ぐらい残りそうだからえいやっていうのはね、わからないでも話でもないんですけども、70代とか80代で全財産いっちゃうっていうのはあれなんですかね、お金が残りそうだから一か八かになっちゃったんですかね。ちょっとその辺私には分かりませんけども、私でしたら残る生活資金、ランニングコストはちゃんと計算して、残しておいてね、それから他の金額で勝負するってことをするかなと思います。まさに私の暮らしっていうのはもう家がありますんでね、あとそこそこの預貯金があれば食うには困らないわけなんですよ。だからあとは全部余剰資金なんですよね。あの所有者すら余剰資金ですね、車ですけどもね、まあ、そういった考えが、私にはありますけども、まあでもね、どっちにしても稼いでお金が余り出してからのことなんで、まずは、大抵の場合は家一軒のローンが終わらないですから、なかなかそこから逃れられないのかなと思います。私はまだ幸運な方ですよね。一括で3000万近い家が買えるっていうのはね、まあ隠居してよかったなというよりもネットビジネスに参加してよかったかなと思いますし、一つ一つのビジネスをね、逃げずにしっかりと一歩一歩攻略してきたっていう、その自負はあるんですよ。あのネットワークビジネスに関しましても未だに毎日やってますしね。で、新しい通信利権に関しても毎日やってます。でそれこそね、いわゆる仕事をする暇がないぐらい私はビジネスをやってます。妙な言い方になりましたけどもね、今回は以上でございます。それでは。